皆さんこんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。藤井聡太七段の指し方は究極。北浜健介八段が語るその理由とは。では、早速行ってみましょう。2017年6月21日に、公式戦連勝記録を28に伸ばし、30年ぶりに歴代最多連勝記録タイ、そして、ついに26日には29連勝、歴代単独1位の偉業を達成した史上最年少棋士、藤井聡太七段。この連勝街道の5戦目に敗戦を喫した北浜健介八段は、彼の実力について語ってくれました。北浜八段は、もともと能力で片鱗を見せてたのは詰将棋なんです。彼は小3の時から詰将棋解答選手権に出場していたんですが、半分くらい解いちゃってみんな驚いてたんです。さらに続けて、詰将棋って小学生で5手詰め、7手詰めが正解できたらなかなかすごいねというレベルでして、9手詰めが解けたらすごいねなんですよ。ところが藤井四段は小1の時に10手台の詰将棋の問題を解いていたらしく、ちょっと常識では考えられない解く力を備えていたようです。ですから、大人は解けない問題が並ぶ選手権で半分正解したというのは、彼にしてみれば実力のうちであるし、将棋の世界で言えば驚異的なことなんです。藤井四段は、この3月にも選手権で優勝して3連覇中です。藤井七段の将棋は全く子供の将棋ではないです。今まで、中学生でプロデビューした棋士たちは、能力の高さだけで勝つ戦い方をしていたんです。序盤、中盤は無頓着というか、おおらかな指し方で、冷静に立つことも多い将棋なんですよ。ところが、藤井七段は序盤から正確で隙がない。攻めも守りもできる自由さが凄みを増しているというか、羽生三冠も攻めも受けもない、その時々の最前提に達した戦い方をされますが、そういう局局に近いスタイルですね。そして穴が見つからないんですね。今のところは少しでもありそうならここまで評価が高くなりません。今後対局観がどうとなっていくのか楽しみなくらいです。と北浜八段は藤井七段についてこのように語ってくれました。ここからは私の感想なのですが、藤井七段の凄さが伝わってくるこの当時から侠客のスタイルと言わせてしまうとは、今後の活躍は本当に楽しみです。以上となります。いかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめましたら、評価とチャンネル登録で応援してください。よかったらよろしくお願いします。また、説明欄記載の内容も忘れずにご確認ください。